きげんよう、高松奈々でございます。本日は政治家の方に突撃ということで宮川議員にお時間をいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。可愛いですね、はい、赤のリボンがね、本当にそうなんですよいいですね。可愛いんですよ。可愛いですね、本当に、はい、羨ましい。私もリボンつけてくればよかったありがとうございます、はい、では最後の質問です、はい、こちらです。なんだろう、ドキドキ。はい、高松奈々へ恋愛アドバイス恋愛のアドバイス。私まだお付き合いしたことないんですよ。今何歳でしたっけ？23です。いいんじゃないですかいやいやいいんじゃないですかって言うとあれですけど、これはね、大事な問題ですよ。少子化対策に貢献したいという気持ちが果たせないです、このままで。どうすれば殿方と、ね、殿方と出会えますか？そうですね、37歳独身未婚こなしの私にすごい厳しいあの質問が来ましたけど、まああれですね、こう自分でこういう人がタイプですってよく言うじゃないですか、はいはい、私もあるんですよ。手が綺麗で色黒でマッチョでとかこういろいろあるんですけど、で私がこう、俺の後をついてこいって言って3歩下がってついてこいって言ってくれるこう明治の男性みたいな人がいいんですね。ちょっと意外ですね。そうする、全然違うじゃないですか。皆さんそう言われるんですよ。自分で先行くから装飾系の男子来いみたいな感じで、絶対ダメなんですよもうこううりゃーっていう人が好きで、宮川さんより強い男性いないんじゃないですか。みんなにそう言われるんですよね。だからちょっと困るなと思うんですけど、はい、でも、まあ、これをね、私は最近思うのはこういうタイプをなくすってことが重要ですね。なるほど。いろんな人にいろんなその自分とのこうマッチングがあるので、はい、まあ、それをよくよく見ていかなきゃいけないなっていうのと、はい、あとはまあ、いわゆるだからタブーを作んないってことがすごい重要だと思ってるんですよ、はい、それとあと一つは、実は私参議院選挙をや、はい、一番最初にチャレンジして、はい、その時にはね、婚約者がいたんですね。暴露しちゃっていいのかなでだけど結局お別れしてしまったんですね。なんで？でその時にやっぱり人生観が違ったんですよ。私はその子供たちの、ね、未来のために自分でどうしてもやりたいと思っていた今の仕事があるんで、もうそれ辞めるわけにはいかなかったけど、やっぱりその彼のご家族は彼を支えてくれる女性が良かったですね。なるほど、うん、だからやっぱりこういう人生観の、でも愛があれば乗り越えられるんだ。乗り越えられなかったね、っていうのもあるんですけど、はい、でもそういう人生観の合う人とか、はいはい、やっぱりこう生きていく上で、はい、まあ、恋愛感情として好きだとか愛してるというのも重要かもしれませんけど、何かあった時にまさに2人で乗り越えられるような人なのかどうかっていうのを見極めるのが重要なのかな。多分それが好きとかいう恋愛感情よりもずっと重要だと思います。人生観、人生観と、あとは例えば高松さんに何かがあった時に必ず助けてくれる人。え、じゃあオーディション落ちた時に面白いネタとか作ってくれる人。そういうことですね。だからもう君が最高に面白いよって言ってくれる人、はい、ああいい、そういう人がいい。誰が面白くないって言っても僕にとって君が世界一面白いよって言ってくれる人。ちょっとなんか怠けちゃいそうですいやでも鈴木治さんと大島みゆきさんみたいな、あ、最高に面白い嫁っていつも言ってるじゃないですか、うん、ああいう人たちってすごいなって、うん、でもともとその恋愛としては全く釣り合わなかったお二人だってよくね、はいはい、お二人言ってますけど、でもね多分ね人生観があったんですね。なるほど。でそういう人と巡り合えたら多分女性は幸せ。ちょっと勉強ありますね。今彼氏いらっしゃるんですか？いないんですよ。ね、説得力が、ね、ゼロなんだけど、全然全然ないんですけど、でもライフステージは決めといた方がいいです。私ね、24歳で結婚して専業主婦になるってずっと決めてましたけど、大幅にずれちゃったから、はい、今13年間、はい、しかも専業主婦に絶対なれない職業についちゃったんですけど、自分で目的を決めてとか、こう大体このくらいには結婚するって、はい、なんとなくじゃなくてある程度決めて、いろんな人とこうを見ていくといいと思いますね。あと見た目に騙されないこと。わかりました。ありがとうございました。はい、すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。それでは本日は宮川さんにお話をお伺いしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。高松奈々を応援してください。はい、ありがとうございます。それではまたごきげんよう。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。
ごきげんは